がりました。まつげが、はい。というわけで、まあ、私は今日の用事はもう夏場に行ってあれなんですけど、なんか今日撮りたい TikTok があって、まあ、それに気づいたのが結構遅くて、だから待ってんの、撮れるようになるのそうだから暇なんですよね。あと松葉しちゃったから、水につけるとまつげがの維持が弱くなっちゃうので、ちょっとだけっていうか5時間ぐらいお風呂入れなくて、まあ、8時に完成したから9、10、11、12、1時まで入れないのでまあなんか暇だなみたいな感じです。別に入ってもいいんやけど、だからほんまになんかめっちゃバタバタしてる時は全然入るけど、だからなるべく維持させたいから入らないって感じです。別にどっちでもいいんですけどね。そう、全然どっちでもいいけど、一応入ってないです。一応ね。なので暇なので来ました。そう、まあ、それだけなので喋ろうと思ってきた。クマめっちゃ人気やね。このクマかわいい、かわいいですよね。そうなんですよ。目見て、親指ちぎれちゃった見てここ、ありがとうございます。ミラーボール、やっほーありがとう。親指ちぎれたんやけど、ここ見える？なんかちぎれてさ最初さ、お風呂とか入った時に痛くて、えっと思って見たらちぎれてた。2箇所ちぎれてるんですよね、横と下でちぎれました。ショック。でもなんかちょっと日に日にちぎれるのでやばいなと思ってる。でも今全然ね染みなくなったんで問題ないんですけどね。ちょっとちぎれました、なんでか分からへんけど元気です。はハローフロムインドネシア、ありがとう。インドネシア、いや何語やっけ、インドネシアってジャカルタじゃなかったっけ、分からへん。ビタミン不足、そうなんですか、やば。でも大丈夫、今日5ミニ飲んだから毎日5ミニ飲んでるから、明日はケーキ食べれそう。そんな、そっか忘れてた、ケーキかどっか売ってるかな。なんかこの間おしりんさんと大好きなモンブランを食べたんですけど、なんか変わってたんですよ。なんかリニューアルして、なんか私たちの好きなモンブランじゃなくなってました。ショックです。なんか私たちの好きなモンブランはモンブランの中にメレンゲが入っててサクサクして甘くて美味しくて、それが大好きやったんですけど、なんか久しぶりに買いに行って食べたらそれがなくて、えっみたいな。で調べたらなんかリニューアルしましたってすごいどやってて、したあかんてってなった二人で、そりゃあかんてってなりました。もう本当にそのモンブランが好きすぎて、その自粛中時にね二人で買いに行って、そう家で食べてたりしてたんですよ。ショックです、とてもショックです。そのモンブランが好きだったので、いや本当に絶対あれ
中にメレンゲ入ってた方が良かったのになくなってしまって、多分もう買いに行くことはないでしょうなんか他のお店のモンブランと一緒になってしまったんですよ。めっちゃショックです。その中にサクサクが入ってるモンブランが好きやったのに、サクサクがなくなってリニューアルされてショックでした。めっちゃそう、ケーキだー。え、ケーキですか。うわ、なくなった。めっちゃ一瞬でなくなった。くまちゃんのケーキをくれた、ありがとう、クリスマスって感じ。いやほんまになんか残念でしたね、めっちゃ。でもおしりさんとなんかあれどっかでなんか意見できるとこないんかなみたいな言ってたけど、そんなのはなかった。明日誕生日です、おめでとうございます。ハッピーバークリスマスか。あれ、それで思い出した、ママの誕生日も明日な気がする。あれれ、あ、オーナメントありがとう。そういえばお祝いしないと。やば、クリスマスとかちょっとね、びっくりなんですけど、クリスマスってことがやばいな。マリオパーティーが欲しいです。マリオパーティー夕方途中で切れたな。なぜ、最初の方に多分切ったんですけど、普通にこのコメント欄が出なかったコメントが見れなかったので切って、もう一回やり直しました。それだけです。そう、マリオパーティー欲しい、やりたいな、マリオパーティーみんなで。あとは何がいいかな、テトリスもやりたいですね、久しぶりにみんなでテトリスやりたいな。めっちゃクラッカーボンボンしてくれる、ありがとうございます。え、クラッカーはさ、なんかさ、あれですか、みんなでバーンってできる系のやつですか。そんなことない、なんかみんなでバーンってできる系のやつないの。前みたいな泡パーみたいなのないんですか。結婚して、コーギミュン、コギミュンから結婚してって言われた、かわいいな。一瞬結婚して一瞬出た雪。あ、これですか、これがみんなでできる系のやつですか。え、なるほどね、振らせられるってこと。え、振らせて振らせて、雪合戦しよう。にゃー、雪、え、雪降ってなくない、かわいい。でもなんかちょっとさ、背景が白かったらさ見えにくいな、ちょっとせっかくの雪が見えにくいですね。ここ白いと見えへんよな、かわいい、ありがとう。雪が降ってきた、雪だちょっとさ、白い壁がもったいないな、めっちゃ可愛いのにキラキラで、ありがとうございます雪だイエイ、今年初めて初雪です。これは雪降ってなくない、最近こちらになりますね。雪が、え、めっちゃいっぱい降ってきためっちゃ降ってきた。
ありがとうございます。プレゼントも来た。ありがとうございます。プレゼントも。大雪、大雪大雪大雪だ。ありがとうございます。いい。クラッカーもある。わあ、プレゼントゲット、ありがとうございます。嬉しい。え、クッキー、クッキー嬉しい。中3、若、かわいい、若いね。わあ、プレゼントだ、ありがとうございます。大雪大雪ですよ。ありがとうございます。雪がいっぱい降って嬉しいですありがとう、みんな楽しませてくれてとっても嬉しい。プレゼントの中身はランダムなんですか？そうなんですか。確かにさっきクッキーが飛び出てるのは見たいろんなのが出るんですかね。わっ、かわいい雪だるまです。雪だるま、あ、星星クッキー、あ、ステッキ、確かにめっちゃいろいろ。ハート出るんですかこれ。ハート出ることあんの。かわいい雪だるまいっぱいいる。1、2、3、4、5個いる。え、6個。かわいいオーナメント、ステッキ、あ、ハート、ハート出た、ステッキハートさっき出たよ一回ね。え、次のプロレスはどこ。次は1月4日の後楽園ホールです。星、かわいい、スノードーム。この間フランフランでスノードーム買うか本当に迷ったけどやめた一瞬で終わるかなと思って。欲しい欲しい欲しい、クッキー。1月はね、神戸と岡山にも行くので楽しみです。欲しい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 。あ、緑の箱は全部星なんですかね、もしかして今緑の箱全部星だった、気のせい。雪だ。赤い箱がランダムなんですか。あ、もう全部星、全部星だ。緑、赤、ほらクッキー、赤はクッキー、知らんけど知らんけど、そうなんかな、どうなんですか。あ、ハート、ハートだ、かわいい。ステッキとハート、ハートだし、星星星、推薦もらった、すごいね、推薦すごい。1.4 はゆかさんとです。そうです、やばい、ドキドキします。全然ゆかさんと試合したことないからな。そう、なんか私が入って多分すぐにアメリカの方に行かれたので、多分あんまりね、最初の頃も絡みがなかっただよね。受験終わったらゆきちゃん会いに行く、ありがとう、待ってます明日は給料日、それはワクワクですね。お猿さん地味に通ったよな地味に猿通ったよな。グーパンされるかもね。え、グーパンされるかも。でもこの間はなんか無意識に阻止してるらしい。いや、私なんか何も考えてなくて、グーパンされそうになってるの見えてなくて、
とりあえずやめてっていう目で見てたらやめてくれました優しい。そう、うん、楽しみですね。やめてくれたやめてくれました。ゆかさんはもう本当に優しい優しい人です。優しい。たくさんお世話になっているのでね。でもあんまりあの絡みがないように見えるかもしれないけど、意外とあります。あ、プレゼントありがとうございます。山下さんは強かった。強いです、もちろん。試合のスタミナすごくないですか。そうなんですか。なんかよく言われるんですけど、私持久力全然なくて、持久走とか大嫌いなので、言われるのがめっちゃ不思議です。でも SK のおかげだと思う。岡山で待ってるよ。ありがとうございます。待っててください、もう少しなので。いや本当にあと2週間3週間ぐらいに行きますよ。2週間ぐらいかな。え、もう2週間ぐらいじゃない。本当に楽しみです。めっちゃあんまり行くことがないので。そう、楽しみ。岡山ね、きびだんごのイメージしかないんやけどきびだんごのイメージしかないけど、何やろ、何が有名。楽しみやね。フォローしたよ、ありがとう、嬉しい。あ、確かにフルーツ美味しいって聞く、のぞかさんが言ってた。そういえば言ってた。そう、兵庫も楽しみです。神戸、岡山楽しみ。シャインマスカットね。え、シャインマスカット食べたい食べたい。この間急に食べたくなって食べたけど、また食べたくなりました。いいな、いいな。急にフルーツ食べたくなる時ある。めっちゃ食べたい。シャインマスカット、あとはなんかみかんも食べたいんですけど、剥くのがめんどくさいんですよね。だからおしりさんが剥いたやつをちょっともらう。あとリンゴも好きやけど、剥くのめんどくさくて、でも頑張って剥くけど。だからシャインマスカット剥かんでいいからめっちゃいいよね。私ね、そういうちょっと手間かかる食べ物全然食べないんですよ。エビとかも食べないです。お寿司屋さんのエビとかも尻尾取んなきゃいけないから食べないんですよ。好きなんですけど、めっちゃ極度のめんどくさがり、多分良くないと思う、良くないなって思うんですけど、かなりめんどくさがり屋なので食べないです。エビとかは全部あげます。そうだから、良くないとはめっちゃ思うんですけどねそう手で触るのが嫌なんですよね。嫌なの。そう、いや、カニもね、ちょっとあ、お手紙ありがとうございます。いや、カニもね、結構剥いてほしいまでありますけど、
だからなんか尻尾だけついててこうなんかここは食べれる状態のやつだとめっちゃ嬉しい。自分で触ってやるのは結構大変ですけど、でもなんかお寿司とかは基本的にお箸で食べて急にエビの時だけ手使うじゃないですか。それが嫌なんですよ。だから手羽先とかもさ常に手で食べてるからそれはいいんですよ。常に手で食べてる時はいいんですよ。でもなんかお箸を置いて手で触るのがちょっとなんかめんどくさいなって思っちゃうので、そこまでして食べるほど好きではないのであげちゃいます。あ、スマートオブだ。だからもしタピオカがそういう仕様になっちゃったら、まあ、好きなので食べます。そこまで頑張っても食べたいって思うものは食べます。そう、めんどくさいんですよ。でもやっぱこういう性格はちょっと良くないとは分かってるので、人の前ではあんま出さないようにしてるんですけど、言っちゃいましたね今口が滑っちゃいましたね。そう、だからまあ実際ご飯とか行った時は本当に仲いい人の前ではなんかナチュラルにエビとかあげたりするけど、なんかちょっとバレたらめんどくさいなっていう時は全然食べますよ、平気なふりしてでも実際ちょっとうんって思ってるけど食べるよ。食べるのは好きです。そう、食べるのは好きだから食べます。そこまでして食べたいものは食べるって感じ。好きなものが食べたいっていうだけなのかもしれないんですけど、結局ね、そうかも。え、年女ってさ、なんかさ良くないことあるんですか？なんかそんな、なんか厄年ってわけじゃないですよね。厄年はなんか私と同い年の男の人が厄年らしい。違うんだって思いました。何も悪いことないの？じゃあいいや。そうなんだ。私厄年めっちゃ嫌なんですよね。良くないことがめっちゃ起きたから厄年の時、もうなんか厄年の時は本当に何が起きても、あ、厄年なんでってずっと思ってたそうだからめっちゃね厄年かもって思ってさ、そう最初女性男性で変わるって知らなかったんで、もしかして厄年かなと思ったんですけど、だからなんか同い年の人誘って厄除け行こうってまで考えてたんですよ。だからなんかラッキーって感じ厄年じゃなかったからラッキー。そう、年女なのでそれは厄はない。じゃあいいか、いいことあるといいな来年。もう少し先なのか。だって結構4年前ぐらいに厄年にあった気がする。多分ね、分かんないけど、なんかそういう記憶、うわ厄年のせいだって事務所で鏡見ながらずっと言ってたもん。うわ厄年だずっと言ってた、最悪厄年みたいな。でずっと神社検索してた、役のせいにするんじゃないよって感じなんですけど、本当に役だし役だしってずっと言って、そんな言うから良くないことになるのにずっと役だしだって言ってずっと言ってたので、まあもう忘れた方がいい役だしのことは。でもまあ役だしって気づいちゃった人は言った方がいいかもね、役払い。なので私も気づかないようにしたいんですけど、もし気づいちゃったら厄除けみたいなやつ行こうと思いますそう
気にしない方がいいですよね。気にしないようにします。とか言ってさ、こうやって毎年こういう時期になると厄年の話になんかなるじゃないですか、どっかでは。それで気になっちゃうんだよな。え、佐野ゴリ押しじゃん、佐野厄よけ。読めないんだけど、大使。ちょっとここまで離れてると細かい漢字が読めない。もしかして目悪くなったかな。もしかして目悪くなったかもしれない。松葉したのに関係ないけど。へえ、栃木県いいところがあるんですね。行きたい。でも行ったらなんか意識してるってことですよね意識してやってんじゃん、がっつり。もし厄年の時に気になったら行きます。でも私厄年じゃないんで、こんなに言ってるけどこんなに言ってるけど、私今年じゃ、来年じゃないんで大丈夫です。まだ台湾に行きます。厄年の時テレビ壊れたから厄除け行った。なんか思ってた厄年じゃないな怪我とかかと思った。テレビの故障でした。いや、私今テレビなんかいらなくなってきてさ、なんか今流行りのさあれがいいんですよね、プロジェクターがいいんですよね。でもそしたらテレビ台も捨てなきゃいけなくなっちゃうのかとか考えると、やめたこうってなる。そう、年女なんですよ、寅年なので。あ、海外ではないんですか、そういうのそういうのないんです。アラジン、そう、アラジン気になりますよね。気になります。とてもテレビを捨てれると思うといいなって。そう、神社ね、なかなか行かないから。トラ、そう、トラなの、トラなんです。トラ年だからなんか親近感親近感。明るいと見にくい。そうなんですか。最近のはすごいんじゃないの分かんない。でも電気と一緒になってるじゃないですか、アラジン。でもめっちゃ高いよね。そこまでして必要なのかっていう。東京女子もアラジンで見てます。めっちゃいいじゃないですか。いいな、そういうのも見れるんだ。いいな、いいな、羨ましい。テレビ場所取るもんな。めっちゃ羨ましいです。でもなんかもはやさ、こういう大型家具を捨てるのもめんどくさいじゃないですか。から困っちゃうよね。一時期ソファーを捨てようと思ってたんですけど、めんどくさいなってなって。あ、ありがとう、ボックス、プレゼントボックス。そう、めんどくさいんだよね。
なんだっけ、そう大変そうだよね粗大ごみ。オシリンさんちテレビありますよ、見ますよ。で多分このソファーは置くとこないし迷惑になる、これあげたら押し付けた感じになっちゃう、ダメ。お笑い芸人の YouTube ね、面白いよね。やっぱ YouTube 見てたらいいよね、めっちゃなんか時間経っちゃうけど。 M1 見ましたよ、珍しく。テレビ見ないんですけど、テレビあんまり、なんか奈緒ちゃんがあまりにも M1 って言うから気になっちゃって見ました。あの敗者復活戦から見ました。そう見た。客払いでください、いいよ邪魔だと思うけど、絶対邪魔だと思うけど。どの芸人よかった？いや私はやっぱ結構今時の人間なのでランジャタイが好きです。はい、好きですああいうのが猫が耳から体に入ってくやつがもう大好きで、そういうのが好きな世代ですだからめっちゃ笑いました、ああいうのが好きなんだ。あとオズワルドもうめっちゃ好きだった。あの友達あげるあげないってオズワルドだよね、確か。面白かった。一人で見てたんですけど笑ってました普通にそう、いいよね面白いのって。でも私本当に詳しくないから全然あの見たことない人ばっかりで。でも去年なんか去年まきちゃんの家でみんなが見てて、それをなんかまあ流れで見てて錦鯉とオズワルドは覚えたんですよ。だからあ知ってると思って今年も見ました。そうだから去年そう見てなかったら全然知らなかったやばいよね、めっちゃさ置いてかれてるからさ知らない人がいっぱい出ててびっくり。そうだから M1 がコンビでしか出れないっていうのも知らなくて、なんかさランジャタイがさ最初さ一人しか立ち上がんないみたいなボケしてたじゃないですか。その時になんかその時になんかあの一人の人も出れるんだって普通に思いながら見てた一人の人がいると思って、そしたら全然違ったボケだったそうだからコンビでしか出れないっていうのも全然気づいてなかった。そうなんですね、漫才って一人でできないんですね、何もわかんないいやあまりにもなんかみんながツイートしてたので見ようかなと思って見た一人で漫才できないんですか、そうなんだできないんだ、漫才って一人でできないんですね、ちょっとよくわかんないや。でも昔はもうめっちゃテレビっ子だったんでずっと見てたんですけど、最近全然わかんなくなっちゃいました。なんかもう CM とかがあるのがねもう結構うわ CM って飛ばしたくなっちゃう、 Netflix とか見慣れちゃったから。
え、5人とかも出れるんですか。そうなんだ。へえ、1人は R1。 あ、そうなんだ。なおちゃんが出るのが R1 ですか。いや、わかんないわかんないわからん、なんなんだ。あ、ボケとツッコミ、なるほどね。確かにそれはそう。じゃあ陣内智則さんのあのモニターを使ってやるやつは漫才じゃないってことですかあのなんだっけ、あの番組なんだっけ、なんかさ、そういう夜にやってたさ、めっちゃお笑いがさ、なんだっけ、神様みたいな、なんだっけあれ忘れちゃった。あ、エンタの神様、それそれそれ、あれめっちゃ見てた昔。見てました。だから私知ってますよ、デッカちゃんとかは知ってるデッカちゃんは知ってますよ。でも最近は知らない。へえ、 R1 になる。でっかちゃん懐かしいですよ。なんかちっちゃめの太鼓叩いてましたよね知ってるよ、見たことある。よく見てました。でもなんかそうやってみんなが面白いとか言ってツイートすると見たくなるから、やっぱツイッターってすごいですね。なんか見たくなったもん普通に。なおちゃんがめっちゃ言うからさめっちゃ見たくなった。そう、すごいよね、ニューヨーク。ニューヨーク、名前はわかるけど顔がわかんないやいや私ほんと覚え悪いから、名前は知ってますよ。でも顔なんかさ、芸人さんの顔を並べてコンビ作れって言って多分作れない同じお揃いの服とか着てくれないと多分作れない、多分できない、無理なんだよ、覚えられないんだよ。だからなんかさ、真犯人フラグとか見ててもさ、これ誰ってなっちゃう毎回、同じ人でつまずくので、吉野さんにね、これ誰って言ったら、林さんだよって毎回怒られて林さんの顔入ってこなすぎて、ね、これ誰だっけって言ったら、林ってすごい何回も怒られちゃいました林さんかって、林さんの顔ほんと頭に入ってこないんだよね。真犯人フラグの話です難しいよ。そう、でも真犯人フラグもなんかメンバーがめっちゃなんか好きって言って、若い子たちが言ってて、でもまあ見てなかったんですけど、あなたの番です見て、なんか見たくなって一気に見たんですよね。そしたら面白かった。でも最終回見たけど、なんかまあさ、全然終わらす気ないじゃん、モヤモヤしちゃってさ、次が1月何日かとか言って待てないよってなってます。続きが見たすぎてやばい、めっちゃ気になります。すごい気になる。やっぱりまとめて見た方がさ、なんか幸せですよね。だから本当は1月から始まっても見ずに
置いといて Hulu で見た方がなんかいいよね。毎年 M1 見てる？え、全然見てない。自分の意思で見たのは初めてかもしれない。去年は遊びに行った家でついてたから見ただけで、その前とか全然見てない。別にとりあえず見てない。あんまり見ない。一気に見ちゃう派なの？でもなんか仕事がさ、こういう仕事だからさ、毎週その時間に絶対見れるかって言ったら見れないわけ。そうだし頭も悪いからさ、人の顔を覚えられなくて、これ誰だっけっていうとこから始まるので、なんか良くないんですよね、そういうの。だからまとめて見た方が理解できる。でまとめて見ても林さん分かんなかったから結局本当に結局です。そうなんかやばいんですよね私。本当に頭がね、人の顔がね、なんか同じに見えるんですよね。やばいです。いや本当にやばい。なんかなおさんの舞台見に行った時もえ本当に分かんなくて、そのなおさんの舞台見に行った時になんかだ重要なシーンがあったんですけど、なんかえこれ誰ってなっちゃって、でおしりさんにえこれ誰って言ったら、いやなしだよみたいな怒られちゃって、あやばみたいな、こんな近くで見てるのに見分けつかないなんてもう本当やばい、そろそろやばいなって思いました。舞台見てても分かんなくて、なんかダメなんですよね本当に。向いていない。やばいよね、本当にやばい。でもなんか逆にめっちゃ似てる人見つけるのうまいんですよ。なんかこの人とこの人似てないみたいなのを見つけるのめっちゃうまい。多分同じ顔に見えてるから私的には、そう絶妙に似てる人を言うのめっちゃ得意です。そんなに誇れることじゃないんですけど、似てるよねみたいな。そうM1 初めてではないよ、見たことはあるけど、なんかそんなに真剣には見たことないかもあんまり。そう本当にそう、脚本泣かせだよね。いや自分も思うんですよ、多分そこでなんか同じ人が違う人のふりしてるから面白い話なんですけど、マジで誰か分かんなくて笑っちゃう、無理。自分のなんか分からなさすぎてそれに笑っちゃう。アントニー・トルカちゃん懐かしすぎ。あ誰がいらしたんですかね、懐かしい。懐かしいですね。関西と関東で笑いのツボが違う。そうなんですか、違うんですか。私結構笑いのツボ浅いので、まあ、大体のこと笑いますけどそれは東京の人は笑わないってことですか。でもなんか関西人の方が笑いに厳しいみたいな言うじゃないですか。いや私本当にゲラなんで結構何でも笑います。しかも結構でかい声で迷惑迷惑だ、迷惑ですね。
今日もいっぱい笑ったな、そういえば。プレゼントボックスありがとうございます。うわっ、いっぱい来た、嬉しい。プレゼント、プレゼント、眠い、眠たい。プレゼントありがとうございます。めっちゃ眠たいわ。あ、プレゼント、プレゼント、かわいいね、このプレゼントボックス、クリスマスカラーでかわいい。確かに今日レッスンしてたんだ、だから眠いのか。めっちゃ眠たい。初めてスキーのパフォーマンス見たけどかっこよかったです。本当ですか、嬉しすぎます。それはでももっともっとかっこいい時あるんで、もっと見てほしいですまた見てほしいです。いつも何時寝てる、分かんないです。でも今日はまず昨日何してたっけ、昨日あ練習して撮影して帰ってきて TikTok 撮って、でそれから今日レッスンするやつを全部覚えなきゃいけなくて、覚えなくてもいいんですけど覚えたいので覚えてて、で3時ぐらいまでやったけど覚えられなくて10時からレッスンだったんですけど7時半に起きて覚えてっていう、ちょっと良くないスケジュールで生きてしまったのでとても眠たいです。そう、自分があれなんかもっと集中したら短い時間でできるはずなのになんかできなくて、ちょっと頭が回らなかったんですよね。だから頑張って朝起きたんですけど、もう何回も寝そうになった、もう二度寝しそうになったけどダメダメダメと思って起きて、起き上がったとりあえず。そしたらレッスンできたけど、なんかお腹はすごい空いてた。プロレス始まりでファンになりました、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ショールームも見てくれるなんて優しいですね。ね、リングの音すごかった、本当にすごかった、思いました、びっくりしたもん、うちらもスケジュール忙しいのかな、わかんない、なんか他の人がどういうさ感じで生きてるか知らないので何もわかんないけど、どうなんですかね、わかんない。でも昨日は撮影を終わった後にアリスちゃんとご飯食べに行ったんだけど、めっちゃ喋りすぎてなんか2時間ぐらい経ってた、やばいよね、やっぱなんか面白いんですよ、一緒にいるの一緒にいると面白くていっぱい喋りました、嬉しい、無限に喋れます。おーちゃんの怪我、おーちゃん怪我したの知らなかった、会いたいなー、おーちゃん、でもなんかそうやってファンになってくれた人が SKE を見てくれるのが嬉しいです、嬉しい。そう仲いいよ、なんか同い年って感じする同い年の選手多いけど、なんか同い年ってか一番同い年って感じするかも、喋ってる感じがね。そう、そうなんだ、おーちゃんほんと出なくなっちゃったな、
そう、なんか名古屋めっちゃいいとこだったって言ってた楽しんで帰ったらしいですね。いや、私は何が押してたかわかんないんですけど、名古屋大会の日めっちゃ帰るの遅くなっちゃって、そう、なんかもう次の DDT さんの客入れが始まってましたもんすごい時間かかっちゃった。アリスちゃんね、同い年。同い年なんだ。そう、またお出かけする約束したので楽しみです。みさおさんのハードコア見ました。めっちゃなんか何回もあーってなったけど、あーってなって何回もなんかもう見れないかもと思って止めたけど、結局最後まで見ちゃったかっこよかったです、めちゃくちゃ。そう、見ましたユニバースで。みさおさんの試合しかまだ見てないけど、そう、めっちゃかっこいいかったです。なんかすごいよね、嘘みたいじゃん嘘みたいですよね、怖いよ。画びょうがあんなに落ちてるなんて嘘みたいって思って、怖い。かっこよかったです。すごいよね、公式ブログ書きづらい、書きづらいですなんかたどり着けないんだよね、更新するページまで。めっちゃ 何段階かにログインがあって、しかもコピペできないタイプのログインなので、もう毎回何ってなりながらなっちゃう。大変なの。前までメールで送ったら更新できたから、それすごい、なんかそれが良かったなって思っちゃうね。でも慣れたら多分できるんですけど、慣れてないから。電流爆破見たい、見ようかな後で。めっちゃお腹鳴った。お腹空いてないのにめっちゃお腹鳴っちゃいました。お腹空いてんのかなそれ、お腹鳴っちゃいました。いや本当にいいタイミングでブログの更新やめたなってなんか大変、100個も更新できないです今だと。でもまた来年になったら今よりも更新できるようにしたいなと思ってる。かなり休んだのでまた更新します。でもなんかもうシュープロのコラム書いてるからさ、もうブログの何倍も文章書くからめっちゃ書いてる気分になっちゃいます全然ブログは更新できてないので。そう、コラム書いてるとねめっちゃやってる感じ出ちゃうんだよね。また更新できるときにやります。いやコラムはなんかやっぱりなんか私を知らない人が見るかもしれないから、なるべくなんかね 100% のものを出したいから、かそっちを完全に優先しちゃうんだけど。そうで、あと有料のメールはちゃんと送ろうとは思うんですけど、やっぱブログはなんか結構ねちょっとあれしちゃってますね、最近放置しちゃってます。だから、あ、写真丸くするのやめたんだよね。なんか写真丸くするのも
ブログ更新するのを一個難しくしてたので、まず写真を丸くしに行ってっていうのが難しかったから、一回それやめて、なんか更新するしやすくなる気分上がるようにしようと思ってやめた。そう、アメブロはなんか記念に更新してます、たまにそう、あんましてないけど、やりたいものをやるようにしてます。なんかやっぱ意味あんのかなとか思っちゃうじゃないですかやっぱさ、意味ないことをやることが大事なんですけどね、分かってるんですけど、そう分かっているんだけれども、意味ないことをどれだけできるかっていう、やっぱそこが大事なんですけど、大事なんですよ大事なのですが、難しいですね、ちょっとやることが多すぎて。そう、でもまた TikTok も頑張りたいなって思ってるので。あれ、おしりさんどうした、もう帰ってきてんのかな。分かんないけどまた頑張りたいと思っているので。そう、なんかさ、 TikTok はなんか割とうちら結構どうでもよくてそう、どうでもよくて、なんか一応やってたんですけど、なんか改めて70万人フォロワーいるのって結構えぐいえぐいんじゃないかって思い始めて、でなんか最近スタッフさんに会うたびにTikTok ってどうなってるのみたいな言われるようになっちゃって、あ、やめたことバレてんなと思ってこっそりサボってたんですけど、あ、バレてんだと思って、なんか、あ、みんなそんなたまに気にしてくれてるんだなと思うと、やっぱやろっかってなりました。そう、あとこの間事務所でレミタンに会ってレミタンにもバレてて、そうやばいと思って、レミタンもうでも優しいから忙しいんだよねみたいな感じで言ってくれるんだけど、まあ、忙しいけどできるってできるなと思って、それでレミタンも忙しいのに頑張ってるから頑張んなきゃなと思ってだって結局2人でさ集まって遊んでんだもん、うちらダメじゃんそんなそうだからできる限り気を引き締めてやろうと思って。そうです、やっぱ押し行きっていうね、2人でページを作ってもらってるので、押し行きが何もしないのはちょっとやばいよね。レミタンプロレスのこと知ってますよ、あのね、やるって発表されたぐらいに会ってて、その時にプロレスやるのみたいな言われて、あ、そうなんですよ、なりゆきでってそう感じで言ってて、そうで、この間会った時も、もうなんかアスリート枠に入った方がいいんじゃないって言われて、そうなんですよ、この間たまたまお会いしたんですよ。そう、すごいよね、同じ事務所になんかアスリートの人いるのい事務所ですね。でもハンドボール見に行きたい、なんか本当は見に行ける機会があったんですけど、コロナで見に行けなくなってしまって、そうなのでまた行きたいな、いつか、いつか行きたいなって思ってます。いや本当に行けそうだったんですけどね、あと少しでそう、知名度上がってるかな。あ、でもなんかメンバーの、なんかこの間メンバーがなんか話しかけてきてくれて、なんか私のおばあちゃんが SK 誰も知らないのにゆきちゃんのことだけ知ってるってそうなんですかって、なんか新聞に載ってたの見たらしくて、
なんか誰一人メンバー知らないのにゆきちゃんのこと知ってるよって言ってくれた人がいてめっちゃ嬉しかったです。そう、そんなことあると思って、そう、嬉しいです。本当に 何で新聞に載ったのか分かんないけどめっちゃ嬉しいです。でハンドボールもまた始まるって言ってた。伊藤さんと話をしますか？え、たまにします。新人賞おめでとう、ありがとうございます。嬉しいです。新人賞本当すごいよね。すごいことですよね。なんだろう、何の新聞だったんですか。でも私のプロレスの記事だって言ってたから、でも新人賞とか取る前なんですよね。なんだろう、分からん、何の記事かは全然分かんないです。でもなんか知ってるらしい、嬉しい。ありがたいですね、知ってもらえるのは嬉しいです。でも平凡な顔なのでなんかどこにでもいそうじゃないですか。だから覚えにくいよね多分。私だったら覚えられません。私はやっぱ人の顔が覚えられないので、自分だったらこの顔覚えられないかも。よくいる顔だから。でも誰か似てるとかあんま言われないけどね。でもなんかいそうだよね、いそうな顔してるよね。私がゆきちゃんのファンになったきっかけ、ごしゆきチャンネル、やば、そんなことあります。そんな人っているの、嬉しいです、ありがとうございます。嬉しいです。名古屋大感謝祭行くよ。ありがとうございます。練習したので楽しみにしてください。あのサイリウム振ってください。振ってくれるか、さすがに。来年以降も時々続けます。とりあえず続けます。なんかもう満足いくまでやっていいかって言われてるので。やっていいらしい。でも誰がそれを言ってるか分かんないんですけど。そう、プロレスの一番近くで見てくれてるスタッフさんはなんか満足いくまでやればいいとは言ってくれてるけど、実際誰の意見なのか分かんない。分かんないです。そう、わかりません。閉鎖します、やばいよね。閉鎖し、あれ閉鎖っていうのかな。でもしゆきチャンネルのことを覚えてくれててありがとうだよ本当に。29日の公演でゆきちゃんサイリウム振ります。お、K2 公演ですね。とても嬉しいです、ありがとう、楽しみに。いや、私前回の K2 声本当に やらかしたので、なんかちょっと笑っちゃったんですよ、笑っちゃいけない曲で。なんかなのでちょっと本当に練習していきます。すいません、ちょっとやらかしました前回本当に。ここ最近で公演でやらかすことなんてほとんどないんですけど、この間本当に久しぶりすぎてめっちゃ練習していたのになんかボンミスしちゃって、もう笑い止まんなくて。なので、まあ、次は多分完璧だと思います。プロレス好き？え、好きです。でも東京女子プロレスしかあまり見ないんですけど、東京女子プロレスは好きです。あとはあんま詳しくないからなんか好きって言ったら失礼に当たりそう。30日、おお、30日もなんかやばい、見どころありなので楽しみにしててください。ベルト取るまで頑張ろうね、頑張ります。アイアンマンじゃないやつ取れるように。うん、もう少しで終わる。皆さん今日も見てくれてありがとうございます。
みんな私の暇つぶしの相手をしてくれてありがとうございます。私はこの後家の片付けをしたいと思います。なんとなくありがとう。メリークリスマス。それはそう、メリークリ。1点行く予定です。嬉しい、待ってる、ありがとね。早く寝てね見ようかな。バイバイ。